でもね、あれはどんないいバッターでも打てないと思います。もうピッチャーにとっての最高のボール。ツーアウトランナーセンターへ、左中間深いところ抜けた。早川ホームイン、そして福浦もスタートを切っていました。今ホームイン、4番井口、2点タイムリーツーベースヒット。マリンズ2点を先制しました。そしてバッターボックスは今日スタメン起用の竹原。このオープン戦では2本のホームランを放ちました竹原。センター前に持っていくタイムリーヒット。初中から狙っていきました。今日のスタメン起用に応えた竹原、センター前、マリンズが1点を返しました。3対1。やはりね、この積極的なバッターがないと、はい、なかなかこういうピッチャーっていうのはね、うん、リズムが合わしにくいと思うんですね、はい、三遊間真ん中破った、三塁を回ってホームに帰ってくる。2点目。そして一、二塁間に井口が挟まれますが、タイムリーヒットで1点返します。ツーアウトから井口タイムリーヒット。昨日に続いての打点ということになりました、はい、今のはしかしね、はい、していくというのは失敗します、うん、フォアボールで自滅するピッチャーじゃないですから、逆に3球でね、チェンジになってもワンアウト二塁です。ショートの頭、これはタイムリーヒットになりそうだ。三塁キャンパス今井が蹴った、ボールは内野に返ってきただけ、1点返した。4対3。早川タイムリーヒット、ショートの頭に持っていきました。同点のランナーが三塁、逆転のランナーがファースト福浦。3球目ショートの頭越えた、同点のタイムリーヒット。この打球が抜けていった、ファーストランナー福浦三塁キャンパスを蹴る、ボールは内野に返ってきただけ、ツーベース。5対4。3番西岡、左中間を割っていきました。線っていうのができると思いますね、はい、三遊間タイムリーヒット、6点目が入ります。井口今日2打点。6対4。マリーンズリード、2点と広がっています。井口君はね、やはり以前大英の時のね、はい、印象からね、比べるとこの3年間、ワンエンドワンから3球目、インハイ、キャッチャー取れない、三塁ランナーサブローが帰ってくる、7点目が入りました。思わぬ形で追加点、千葉ロッテマリーンズ。拾っていますけども、まさしくこのオーダー見ますと、はい、うん、その通りだと思う。3連勝を狙える準備あったんですけどね。さあ左中間へ打球が伸びる、そのままボールはスタンドに飛び込んでいくのか。今江今シーズン第1号。風向きは関係ありませんでした。左中間の中段までボールが飛んでいきました。今江のホームラン。3点追加、ヒット13本目、それが今江のホームラン、10点目が入りました。10対5。まだ試合は終わってないんですが、まあ、試合を決定づけるようなスリランホームランです、うん、もうこれで決まりました、はい、ツーアウトランナー一塁二塁で5番の里崎、高めのまっすぐを伸びていく、これはどうかどうかどうか、フェンスに当たった、1人ホームイン、2人目もホームインしました。里崎の今シーズンの初ヒットが2点タイムリーツーベースヒットになりました。2点選手です。真ん中高めのストレートだと思いますけどね、はい、思いっきり振りましたよね、今ね、西井和久の登板がなかったわけですからね。そうなんですよね、まあ、これも
これは切れなければ飛距離は十分にある。ライトスタンドに入りました。今シーズンの第1号ツーランホームランが出ました。大松見事にワズデンのボールを捉えました。今シーズンの第1号大松の今日がスタートと言ってもいいでしょう。ツーランホームラン第1号が出ました。4対0です。まあね、高めを要求している球が力んで低めに来てしまっている球なんですね。だからどういう力はないですよね。そうですね、これ、まあ、打った大松もすごいバッティングはしましたけどね、はい、コントロールミスですね、はい、4対0。開幕ランナー三塁一塁でスタンドから今江君、今日最初の打席でセンター前ヒットを放っているね。またランナースタート、これは三塁ランナータッチアップしています。スタート、大松ホームインしました。均衡を破れました。きっちりと前が犠牲フライを打って5対4、取ってまた1点リードです。もう打ってますからね、はい、初球を打っていったが三塁ランナーはタッチアップした。ホームを狙ってくる、どうかな、さよなら、さよなら。ちょっと早くはないかなと思うんですけどね。満塁男の大松のライトへの犠牲フライ。昨年満塁で5割7分1厘と見事な活躍。